いや、村田兆治さんの後にぴっかり東邦。キャッチャー古田に代わりまして小田光平が入ります。キャッチャーが小田光平さんに代わりました。キャッチャー小田、はい、ジャイアンツから中日ドラゴンズ。いや、眩しいぐらいのグローブです。ちょっと待ってください。バッテリーがぴっかりってこと？あ、小田さんもぴっかり系ですね。うん、グローブもぴっかり。ザ・プレミアムモルツ球団の攻撃は2番宮本慎也に代わりまして和田和弘。え？バッターは和田。ちょっと待ってください。和田さん入ってますけど、お、和田さんがもう一回入る。そうか、もうどよめいてるって皆さんお分かりだと思うんであります。なんか怪しいですねこれは。ええ、まだ答えは出てません。なんか直接的な表現はできませんが、はい、佐野小田バッテリーでバッター和田和弘。皆さん見逃さずにご注目ください。シャッターチャンスを失いでください。何かあります。お、予告ホームラン。挑発します。さあ、お、振りかぶった。ああ危ない危ない。あ、怒った怒った。小田が止める。あ、帽子取った。ヘルメットぴっかり。あ、ぴっかり、おお、ぴっかりぴっかり。眩しい眩しいよ。謝れ謝れ謝れ。眩しいぴっかりぴっかり。謝った。これが夫の丸子を黙った。ぴっかり3連発。トリオタピッカリ丸く収まりました。球界の宝ピッカリトリオ。これ佐野さんと小田さんにちゃんと付き合った和田さんっていう。そうですね、そういうことですね。和田さんが素晴らしいですね。人格者ですね。素晴らしい。でも抗議したのは和田さんでしょ。あ、そうですね、さあ、まだ初球はぴっかり投法ではありませんでした、うん、また予告ホームラン、レフトスタンド。あ、眩しい。出た、ぴっかり投法。眩しくて見えない。今の振り方は川藤構造。ひぎぴっかり投法。和田和弘ボール見えませんでした。ここは普通だ。あ、抜けた。今眩しい。これはなんとフェイント、フェイントぴっかり投法。時間差でしたね、今のね。時間差でしたね。いろんなピッカリ投法があるんですね。技あり一本。さあ、これで追い込みました。これは和田さんも黙ってないでしょう。それ、ハンカチじゃないです。シッカロールですね。さあ、どうだ。真剣に投げる。空振り、空振り。あ、どうした。あ、怒った。なんで怒ったんでしょう。あれ、胸に当たってファウルですか。ファウル。あ、ファウルか。なるほど、ファウル。あ、それは仕方ありませんね。ただ単に受け損なっただけでしょう。さあ、仕切り直し。またぴっかり。眩しい。打てるか打てるか。打てない。三振。ぴっかりバッテリーの勝利。いや、
ピッカリバッテリーお見事、流れを変えるかもしれませんね。そうですね、ピッカリヒーローズですね。3番センター稲葉、これ稲葉さんです。稲葉さん、お、ここで来た、どうだ、打った、バース打ち返した。バースには通用せず、さすがランディ。さすがです。そしてダイソーは山本昌。バースといえば山本昌。ファーストランナーバースに代わりまして山本昌。ファーストランナーは山本。これでまた宮本慎也さんです。ランナーセカンドにもいますよ。初球打った、センターに抜けるか、センター抜けた。ランナーは回るか、止まった、止まった。山本昌転んだ、立てない。危ない、ピッカリピッカリ、ダメか、なんだこれは。ドタバタしています、ドタ打ち回っています。ピッカリ2人、兄弟のようですね。いいようです、眩しい。山本昌敗れたり。しかし最後の構図良かったですね、佐野小田のね、同じ理髪店という感じで、見事なピッカリ投法でした。首を振って、これ140キロぐらい出てるんじゃないですか。すごいスピードですね。ちょっと力んでます。速い、打ちに行った桑田も、桑田今日一番速いんじゃないですか。そうですね、速い、これまた速い。さあ桑田打てるか、スルーツピッチャーがボルトにいたんだ。さあ放送席、中畑清さんにも来ていただきましたが、野口投手のボールいかがですか。こんなに真剣にやっていいの。初出場の中畑さん、でもさ、いやモルス軍団強すぎるわ。強すぎる、うん、でもさ、バッターボックスに立ったり、あの守備についたりすると本気になるでしょ。あのね、私も本気だったんだよ、うん、本気になればなるほどひどい。これはこれはそうは打てないでしょ。バッター小田光平、お、バッター出てきました。相当な補強ですね、やっぱり野口さんもね、びっくりでしょ、中瀬さん、なんでこの現役いけんじゃないの。うん、当てた、下がって落ち着いてさばきました。まあ、3連覇に向けて真面目な性格ですから、ガンガンいきますよ。バッターは4番田尾に代わりまして古田。バッターは古田。さあ、どんどん何でもありです。現役に近い人、スピードボールに近い人、こうなったら何としてでも野口を攻略したい。打った、ショートゴロ、宮本慎也、素晴らしいリーディング野口茂樹、ナイスピッチングでした。これはすごいピッチングだ。斉藤さんも61歳ですよ。あ、そうなんだ、もう還暦すぎたんだ。三塁線抜けた、打った和田、三安打容赦なし。うん、今日は序盤彼の守り、はい、あれあれですよ、ちょっと考えられなかった。普通の守備ですよね。シーズン中もなかったよ。だからね、今までですとね、ヒットになってる。あの守りはないよ全然。お前誰。和田さんです。
これもセンターの前に落ちた。また打った。神様仏様バース様、うんうん、また打った。ここでまたダイソー山本昌、ダイソー山本昌いなくなりましたね。古木さんいくか。ここはダイソー古木さん、うん、さっきあの山本昌さん転んでましたから。ああそうでしたね、とても動ける状態じゃないですもんね。強殺された時でしょ、怪我の治療かもしれません、うん、5番ファースト中村。あ、山本昌さん来た。あ、大丈夫。山本昌来た。なんていい人だ。今日ね、多分あれなんですよね、あの肩があれで投げられないんじゃないかと思います。打ってサード取れない。もう1点追加。強烈な当たりだったね。2人目も帰る、ま、あこれトップ稲葉さんはストップ。もう1点追加8対2強い。さあ山崎からこの後はホームラン打ってる GG 佐藤。早い打った。セカンド取った。うわー、さすが古木。同じ光景を見ましたね、古木のハイプレーは、うん、誰の当たりだったかな、このジャンプ。これありました、現役時代あったよね。おお、すごい。左中間、これは見事。現役じゃないのか。もうバッティングフォームが現役でしたね、あのスピードにね、だけですから。監督が出た。なんだ、野口を呼びます。野口を呼んだ。ピッチャー出てきました。プレミアムモルツ球団、もしかすると34番野口に代わりまして山本昌。ピッチャーは山本、背番号34。中日のあれですよ、先輩怖いですよね、言ってみたらね。そうですね、ただね、マサさんね、さっき転んだでしょ、はい、三塁で強殺されたじゃないですか、はい、あれがどうかって感じなんでありますよね。そうですね8番セカンド高橋。あ、もう行きますか。ぐるぐる腕を回しています。あのかなりぐるぐる回しています。レジェンド。さっきね、投球練習なし、脇を痛めましたんで。打った。1球で1球で仕留めた。胴上げ投手山本昌か。あしてやったり。ザ・プレミアムモルツ3連覇。強い。見事勝利をものにしました。見事な熱戦を繰り広げました。今一度素晴らしい戦い、両チームに大きな拍手をお送りください。頭気をつけください。そして皆様にお知らせいたします。本日皆様にお買い上げいただいたザ・プレミアムモルツのビールの数は5万9940杯、ソフトドリンク1万293杯、この売上金の一部を東北並びに熊本の子どもたちの野球振興に寄付させていただきます。皆様誠にありがとうございます。